お疲れ様です。本日は草刈りをやっています。最近はね、毎日のように草刈りをやっていただきあって、2週間までいかないくらいかな。草刈りやってなかったんですけど、えらいやってなかったような気分になってしまいましたね。っていうのもまあ、その間でこれだけまた伸びちゃうわけですからね、ほんと。まあ、ようやく雑草のね、成長スピードも落ち着いてはきましたけど、なんだかんだこうしてまだ生えてきちゃうので、まあ、今回は、またある程度伸びちゃうということで、草を。雨が降りそうで降らない天気が続いてますね。とりあえずやっていきます。今回も使うのはこのチューブブレードです。前回使った時は確かチューブブレードでやりましたね。この状態だと、圧かかって回らんのな。だから、こんぐらい離れて。
知ってます。あらがたかれました。前回チップ層の時はね、怖くてちょっとこっち側はできなかったんですけどね、今回はテクニブレードということでね、ギリギリまで攻めることができました。ここに草流れ防止の網というかあれを置いてあるのでご安心ください。今日のヤギ、前回ここの雑草をたくさん食べてくれたソラ君ですが、今回はその隣を食べてくれています。かなりここの雑草もなくなりました。ありがとうソラ君、ありがとう、ありがとうソラ君。そんなソラ君にお水をあげましょう。ロゼ君、なんか引っかかってないかい君。ウイロス君、ほどけたね。今日もかわいいヤギたちでした。こんなに消耗してました。全然違いますね。ほんと半分くらい。かつここのノコギリの部分というギザギザの部分もね、ほとんどこっちは取れてしまっています。よし、付け替えてもうちょっとやっちゃいましょう。
テクニブレードもね、無事入れ替えれたので、もうこのままやっちゃいます。はい、無事こことね、向こう側の草刈りが完了しました。久しぶり、今ほど久しぶりでもないですがね、気持ち的には久しぶりの草刈りでしたが、無事草が刈れてよかったです。それでは本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。